豊島区立池袋西口公園は東京都豊島区にある区立公園池袋駅西口バスターミナルに隣接する。英語名は池袋西口パーク。愛称は池袋西口公園グローバルリング。この地には1908年に東京府豊島市藩学校が設置され、1911年には付属小学校も開校した。太平洋戦争後、 学校の周囲に闇市ができ、繊細で消失した豊島市販の後ろ身である東京第二市販学校が1946年に小金井町に移転後も付属国民学校は残地された。学生改革で東京第二市販は都科の他の市販学校3校と統合し、1949年に東京学芸大学として発足する。付属小学校は 東京学芸大学東京第二市班、学校豊島付附属小学校となるが、東京第二市班の廃止を受け、1951年に東京学芸大学附属豊島小学校と名称を改めた。昭和30年代に入ると西口では、駅前の区画整理問題が学芸大附属小移転とも絡んで浮上し、1963年に大学は学芸大附属小を、 翌年3月で廃校すると決め、1969年に校舎は取り壊された。跡地の一部を使って、池袋西口公園が1970年に開園するが、広い空き地のような状態が続き、夜は薄暗く、決して雰囲気は良くなかった。しかし、長らく進展を見なかった学芸大付属町や国鉄所有地である。 芝浦工業大学高等学校跡地等の再開発計画が決定し、ここからほど近い国鉄感謝跡地に建てられたホテルメトロポリタンが1985年に開業。さらに5年後には、待望久しい東京芸術劇場が学芸大付属校跡に開業し、これに合わせ公演も劇場の前提公演として再整備された。なお、芝浦工大高跡,跡地には、 メトロポリタンプラザが1992年に開業している。2002年9月には音楽の演奏会などで利用可能な幅11.8メートル、奥行き5.4メートルの野外ステージも併設された。これは地元の立教大学卒業生と池袋西口商店街連合会の働きかけにより区内の商工団体などで構成された。 元気な後島を作る会によって建設され、区に寄贈されたもの。2004年3月には同会によって開閉式ルーフも寄贈され、雨天でも催しを行うことが可能になった。区は2015年3月に国際アートカルチャー都市構想を策定し、その一環で池袋駅周辺の4つの公園をアートカルチャーハブに位置づけ、各エリアの特性に応じ整備を進め、 池袋西口公園は南池袋公園、中池袋公園に続くリニューアルが計画された。それに基づき、2017年に実施のプロポーザルで三菱辞書設計、ランドスケーププラス JV を設計者に選定。公園のリニューアルの基本設計から実施設計までを手掛け、提案したグローバルリンクを愛称として採用し、2019年11月16日、 リニューアルオープンした。リニューアルによって、かつてこの地にあった丸池をデザインモチーフにした大地のエネルギーが湧き上がる、躍動感を螺旋状に巻き上がるリングで表現した6本の柱が支える50リングのパーゴラが設置され、その下の円形広場に沿って舞台胸やカフェ胸が作られ、中央には噴水も設けられた。舞台胸には演奏音をントだけ反射する。 反射板などを用いて、屋外では難しいとされるクラシックの生コンサートを可能にしたほか、大型サイネージや1万個以上の LED 照明、スピーカー、ライブカメラを備え、様々なアクティビティにも対応する。このほか、カフェ旨の運営事業者には、プロントコーポレーションが選ばれ、外国人向け観光案内所を兼ねたカフェを運営する。2020年の東京五輪開催時には、 公式ライブサイトとしてパブリックビューイングが行われる予定だった。1997年度オール読み物推理、小説新人賞を受賞した石田伊良作の小説、池袋ウエストゲートパークが2000年4月から TBS でテレビドラマ化された際、ロケ地として使われた。なお、池袋ウエストゲートパーク及び IWGP なる名称は作中での故障であり、 公式名称ではない。詳細は池袋ウエストゲートパークを参照。ありがとうございます。